そのパッと普通に暮らしてて、うん、アラサーぐらいの女の子に彼氏いるかいないか聞いたら、うん、7割以上いないじゃん。つまり独身のうちのそんな大量な割合でいないって僕は肌実感でそう思うんだけど、今の本なんかもそうだと思うんだけど、なんでなんだろうね。なんでだから頭いい人はあまり男を捕まえられないんだね。っていうかいろいろ考えちゃうと思うんだよね。考えちゃうね。と20代で考えてないじゃない。考えないと適当にいけちゃって不満たらたら言ってていいんだけど、いやっていうかね、20代の時ってピュアラブでいいのさ、まあ、学生の時とかって、うん、でもだんだんこう年重ねていくと子供みたいが来るとやっぱりじゃあ男の経済性とかになってくると、うん、で合コン行ってもピュアに好きかどうかじゃなくてやっぱり名刺の肩書から入ってしまうみたいなね、うん、あると思うの。ある、うん、であともう一つ、まあ30の半ばになってくると、まあ、付き合うとかちょっと若干年がつるとみんな30後半40になってくるわけさ、うんうんうんね、でその年まで独身の男って結構欠陥商品多いのよ。え、男？うん、男、うん、欠陥、うん、欠陥商品多い。バツイチまでいいの、うん、ずっと独身だったって意外と、うん、こいつ結構金持っててイケメンで、うんうん、なんでなのとか思うんだけど、飲んでると分かんないよ。確かにそれは難しいだろうと。どうか難しい、具体的に面白くない。いや面白いんだよ。面白い、うん、面白すぎてちょっと変人力に入っちゃうから、あそう変わり者になっちゃうのよ。あ普通の生活が適応能力ないと、うん、だから女の子は普通の生活求めないとまず無理ですね、うん、だからね、スーパーマンみたいな人求めないんだよ、やっぱり。ああそうなの、そうなの。適当にね、うん、具だったところがあって、うん、だらしないところがあって、うん、私ダメ好きなんですとまで言わないけど、うん、そういう要素と隙を与えないとダメなのかもしれない、ね、いやだってキリストだってお釈迦さんだって結局独身だったしね、最後の方はね。そうか、うん、だからやっぱり、うん、ヒーローってダメなんだよ。というか偏ってるからこそヒーローになれるわけで、このテーマ良かったね、うん、ヒーローってダメなんだよ、うん、あとねもう一つ、ヒーローって何かって言ったら、うん、思いっきり勘違いの強いやつなんだよ。そうかもね、うん、なぜか俺が世界を救わなくちゃいけないって勘違いするわけじゃん、うんうん、これ重要ね。重要だったね、うんうん、確かに。だから、ま、ヒーローとリーダーの違いって何かっていうと、ヒーローって人のためにって先に来るもんね、うん、リーダーだと自分のためにっていうの先に来るから、そうそうそう、かなり違うかもしれないね。でもねやっぱり人のためって書いて偽りって書くから人のためにやっちゃいけないのよ。なるほど、ね、だからヒーローはあくまでも自分のためにやらないといけないわけさ。今日は朝から深いね、うん。